アジア人初となる史上2人目の2階級4団体統一王者となった井上尚弥選手、今やボクシング界のトップを走る彼ですが、果たして3階級4団体統一はあるのかと期待を寄せている人も多いのではないでしょうか。しかし一方でそんな声に鬼神号を灯したのは元世界2階級制覇王者の畠山貴教氏でした。というわけで今回は畠山氏がフェザー級での井上選手に放った一言をご紹介し、その真意を深掘っていきましょう。ぜひ最後までお付き合いくださいね。 IBF 世界フェザー級王者であるルイス・アルベルト・ロペス VS アベレイヤの世界戦が行われたのは去る3月2日、激闘の末8ラウンド TKO でロペス選手の勝利で3度目の防衛成功となり、長谷川穂積 C 以来となる日本の事務所属選手の世界フェザー級王者の誕生とはなりませんでした。試合後、阿部選手は正直パンチ力は感じなかったが、ノーモーションから出手が分からず見えないパンチに対応できなかったとロペス選手の変則スタイルに翻弄されたと振り返りました。阿部選手のパンチ自体は当たったと言いますが、表情を変えないし体もぶれない、そうすると効いてないのかとこっちが精神的に削られると明かしています。モンスター井上選手も5階級制覇を目指し、将来的なフェザー級転級を視野に入れているため、当然ロペス選手と対戦する可能性もありますよね。スパーリングで井上選手と拳を交えたことのある阿部選手は、パンチの強さは井上チャンプと下の階級でもパワーで上回ると指摘。ただ一方でロペスにも気持ちの強さとタフネスがある、井上チャンプにも効いてねとパンチをどんどん打ち込めるのか見てみたいと対戦を熱望したのでした。ロペス選手も阿部戦との決戦前、スーパーバンタム級の井上尚弥がフェザー級に上がってきたら戦いたいですかとの質問に、もちろんです、それは私たちが将来的に望む試合の一つです。私たちはビッグネーム、ビッグな人物との試合を心から望んでいます。私は栄光に飢えていますからとコメント。東京で戦うことにも喜んでとのりきな様子だったといいます。そんな中、 YouTube チャンネル渡嘉敷勝雄&竹原慎二&畠山貴教ぶっちゃけチャンネルで、畠山氏はロペス選手はディフェンス面に難ありと評価、そのため井上選手有利を唱えました。しかし、オタベク・ホルマトフ選手とレイモンド・フォード選手は別格と主張します。彼らはロペス VS 阿部と同じリングで WBA 世界フェザー級タイトルをかけて戦いました。畠山氏はアルベルト・ロペスに関しては井上チャンピオンが体作れば勝てると思うんですよ。ただフォードとホルトマフの試合を見ると、井上チャンピオンやばいんじゃないかって、体も大きいじゃないですか、この2人ともね、それで速い、井上チャンピオンがあの階級であれだけ速く動けるのかと、さすがに井上チャンピオンでもここまで来たらさすがにやべえのかなってとコメント。どうやら畠山氏はフォード選手のスピードを買っているようです。一方で元 WBA ライトフライ級王者の渡嘉敷勝雄氏は、俺はロペスの方が強いと思ったと畠山氏の意見に驚いた様子。それでも畠山氏は、ロペスはもともとガードが良くない、だから井上チャンピオンがやったら間違いなく勝てるとしました。さらに続けて、スーパーバンタム級では何も見劣りしてない、話になんないよと思ってたけど、このフォードとホルマトフの試合を見てフォードが強すぎると思ったんです、こんな感情は初めてと語り、フォード選手を最後まで高く評価していました。12ラウンド TKO で新王者に体感したのはフォード選手で、彼も未だ16戦15勝 8KO1 分けと無敗で華麗なファイティングスタイルからアメリカで人気が急上昇中、超新星として脚光を浴びているボクサーなのです。海外ファンからも SNS 上で、レイモンド・フォードがアメリカで大規模な戦いができるように彼の名前を築き上げよう、日本のあの怪物井上尚弥と戦ってください、今こそその時だとフォード選手との試合を望む声が上がっていたようです。元 WBA スーパーフェザー級であるスーパー王者内山隆氏も以前フェザー級での井上選手について語ったことがあります。元 WBC 世界フライ級王者の内藤大輔氏の YouTube チャンネルにゲスト出演した内山氏は、フェザー級でも4団体統一は可能だと口にしながらも、今までみたいに簡単な話ではない、残団体格の差が出てくると思うとコメント。今のフェザー級王者と戦って勝てるか勝てないかといえば勝てると思う、でも楽な試合になることはない、今までみたいに倒すのは難しいと分析。畠山氏と同様に、そろそろ階級の壁が現れ始めるのではないかと推測しています。それでもスーパーフェザー級でも通用する可能性があると述べた内山氏は、そもそも井上尚弥のフラン体重って60何キロぐらい、僕の現役時代は62キロぐらいだった、それを考えたら普通なのかなと思うと説明しました。一方の内藤氏は、現 WBO 世界フェザー級王者のラファエル・エスピノサとの対戦が見たいという一方で、内山氏はリオデジャネイロ五輪金メダリストで元 WBO 世界フェザー級王者のロベイシー・ラミレスとの対戦が見たいと口にした。2回負けてますけど、ボクシングのセンスはものすごいものを持っていると期待を寄せました。また
動画内では井上選手の今後見たい対戦カードについて語る場面も。期待されるマッチメイクとしては WBA & IBF 同級王者で WBA 同級1位ムロジョン、アフマダリエフ選手、 IBF & WBO 世界同級1位のサム・グッドマン選手、元世界3階級制覇王者ジョン・ミル・カシメロ選手の名前が挙がっています。その中で内山氏はカシメロ選手の名前をピックアップ。考えてやる選手は井上には勝てない。アフマダリエフもいますけど、ボクシングが整いすぎている。サム・グッドマンも同じ、普通に上手い選手だなって感じすぎて、でも上手いじゃ勝てない、強さが見えないと勝てないと分析。さらにカシメロはガンガン打つタイプだから、ひょっとしたら一発あるかもみたいなと予想していました。加えて井上選手がアマチュア時代師と仰いだ天才ボクサー、元ロンドンオリンピックフライ級日本代表の須坂津明氏はスーパーフェザー級まで行ってほしいと念を押しています。当時から驚くほどの実力があったと述べる須坂氏は、距離感、スタミナ、パンチ力、スピードとバランスが良い選手でした。当時は体格が細かったので、これからいろんなボクシングができるんじゃないかなっていうのはありました。これだけ KO をして一番すごいと思うのは、プロになってもアマチュアの時からほとんどやり方を変えていないんです。プロ用に変えたというよりはアマの延長線上でやってるような感覚で、それで倒しているのがすごいです。それに年齢とキャリアで培われた鋼のメンタルもあって、モチベーションがどうのこうのとか言わないですしね。そこも含めてすごいと、と絶賛。そして今後、井上選手に期待することについて、やっぱり日本人初を総なめにしているので、スーパーバンタム級はもちろん、フェザー級、スーパーフェザー級ぐらいまで、を、6階級ぐらい行ってほしいです。本人が行くのかはわからないですけど、そのぐらいやってほしいっていうか、夢を見せてもらっているので、このまま勝ち続けてもらいたいです。頑張ってもらいたい、とコメントしました。かつて井上選手と拳を交えた、WBO 世界バンタム級王者のジェイソン・モロニー選手も、イギリス専門メディア、プロボクシングファンの YouTube チャンネルにて、この男が世代を代表する才能であり、パウンド・フォー・パウンドの素晴らしいボクサーであると分かった。ほぼ1年以内に4団体を統一して返上し、スーパーバンタム級でも4団体を統一した。最終的にはフェザー級まで上げて、そこでも4団体統一してしまうかもしれない。彼はビーストだ。彼を見るのが好きだし、彼から多くを学んでいる。今は僕自身もチャンピオンだから、その経験に感謝しているよ、とコメント。最近では、ガーボンタ、タンク、デイビス選手とのスーパービッグファイトまで、囁かれるようになった。モンスター、モロニー選手はこの話題についても、持論を展開していて、3から4階級差はあるけど、井上がデイビスと戦う話が回っています。井上は圧倒的な強さを示していますが、これはさすがに期待しすぎていると思いませんか?と尋ねられると、面白い試合だけど、理由があって階級というものが作られている。このような空想的な試合は、やはり現実的ではないよ。井上の強さはやばいし、スーパーバンタム、フェザー、そして多分スーパーフェザーでも彼に勝てるボクサーはいないよ、と返答。さらに続けて、ライト、スーパーライトまで行くと、体格的に井上にとってきついだろうと感じる。井上はそこまで大きくない。増量する体格を持ってないとダメだし、体重をちゃんとつけるのには時間がかかる。井上 VS デイビスは良い試合だけど、階級差が大きすぎると思う。との見解を示していました。井上選手と契約するアメリカ興行大手、トップランク社のボブ・アラム CEO は、井上選手がフェザー級へ参戦してくることを考慮し、それに向けたフェザー級での統一戦を用意することを明かしていました。彼は、ロペス、アベ戦とホルマトフ、フォード戦、そして、フェザー級にはロベイシ、ラミレスに WBO 世界同級タイトルマッチで勝って王座を奪取したらファエル、エスピノサもいますね。ラミレス対エスピノサはリマッチを予定していますが、トップランクにはこれだけで4団体のうち3つのチャンピオンがいるわけです。どのような組み合わせでもいいカードを作ることができます、とコメント。さらに井上は122ポンドに2024年はとどまると言っています。しかしいずれは126ポンドに上がってきます。そして上がってきた時は彼と戦う準備のある選手たちがここにいるわけです。日本で井上は本当に人気がありますから、彼と戦えば大きなお金が期待できます。フェザー級のチャンピオンたちにとってこれはとても魅力的なものになるでしょう。すでに帝拳プロモーション代表本田さん、大橋プロモーション代表の大橋秀幸さんとはその話をしています。ですが今年ではありません。今回のフェザー級世界戦のダブルヘッダーはその時に向けてのオーディションのようなもの、2025年のね、と話していました。加えて井上 VS 練りに対してとても楽しみにしています。開催されれば1990年2月のマイク・タイソン対ジェームス・バスター・ダグラス戦以来となる東京ドームでの試合ですからね。日本の関係者はもちろんですが、アメリカからもたくさんの人がこの試合のために飛ぶでしょう、と期待を込めています。海外においても早くも井上選手のフェザー級挑戦が取り沙汰されています。アメリカのボクシング専門メディアボクシングニュース24.com は、直屋井上がルイス・
練り友が紡いか東京ドームで歴史的なボクシングイベントで戦うとモンスターの注目の次戦を報じた一方で、これはモンスター井上にとって最善のマッチアップではない、練りはアメリカのファンが望む最高の相手ではないと記しています。この記事を執筆したのはクリス・ウィリアムス氏という人物。何を隠そう、彼は前回井上選手がマーロン・タパレス選手を倒した際にもタパレスが練りだったら危なかったと漏らしていた記者なのです。そこでは直屋井上は5月ルイス・練りとの防衛戦を視野に入れるというタイトルの記事を掲載。ウィリアムス氏は今夜の直屋は全くいいところがなかった、これまでの相手に通用したパワーが彼を潜めていた、練りなら井上にもっと重大なダメージを与えていただろう、パウンド4パウンドトップなんてとんでもないと手厳しく伝えています。そしてタパレスがスローで手数が少なかったのが幸いした、フェザー級には練りを倒したフィゲロアがいる、さらにオベイシーラミレスを破り WBO 王者についた身長185センチを誇り、1ラウンドに100発以上パンチを放ちパワーも兼備するラファエル・エスピノサがいる、またパワフルでハングリーなルイス・アルベルト・ロペス WBA 王座決定戦で対戦するオタベク・コルマトフとレイモンド・フォード・レイ・バルナスラが立ちはだかる、時計ショーを鳴らしていたようです。そして今回もネリ選手が相手であれ井上選手には到底かなわないと主張しています。その理由としてネリが最近ノックアウト負けしていると指摘。ネリの唯一の黒星、それはブランドン・フィゲロア選手との一戦です。しかしこれは2021年5月開催と3年近く前の出来事。この時ネリ選手はスーパーバンタム級に進出して2戦目で敗因は長身のスイッチヒッター、フィゲロア選手との打撃戦で体負けしたというのが指揮者たちの見解です。そこから4連勝 3KO とノリに乗っていることから、ネリ選手は明らかにスーパーバンタム級に適応しており、より強くなっていることは間違いと思われます。そのためウィリアムス氏の指摘は少々的外れな気もしてしまいますよね。東京ドームのイベントはアメリカではスポーツ専門メディア ESPN のストリーミング配信 ESPN プラスが中継予定、向こうでは早朝での放映となるだけに、ウィリアムス氏は練りでは早朝に起きて観戦意欲を刺激されるファンは多くないだろう特技を指しています。そして午前4時に起きてアメリカの視聴者を喜ばせる相手はルイス・アルベルト・ロペス、彼をモンスターに当てろと主張しているのです。しかしながら井上選手自身はアメリカボクシング専門誌ザ・リングのインタビューにて、今年は5月、9月、12月と3回試合をする予定です。この3試合はスーパーバンタム級で戦うことになると思う、フェザー級に転向するかどうかは来年の僕の体調と体の状態次第ですねとコメントし、自身が階級を上げる理由は勝てるから稼げるからということではなく、自分のベストパフォーマンスを発揮できる階級に上がるためだと強調。そして常に最高の井上尚弥を見せたい、お金があるからといってフェザー級やスーパーフェザー級で試合をしようとは思いません、それは僕が望んでいることではないです。お金を追いかけても結局いいパフォーマンスができずに辞めていったファイターはたくさんいる、僕がボクシングをするのはお金のためではなく最高の自分を見せるため、強い相手と戦うことがモチベーションになっているのも事実ですが、ボクシングには体重区分があるのには理由がありますと続けました。このような井上選手のボクシングへの向き合い方には海外の指揮者からも称賛の声が集まっています。フィリピンのボクシングアナリストであるエド・トレンティーノ氏は地元紙マニラタイムズで井上とデイビスとの対戦は夢でしかないと断言、一部のファンは2人がリング上で完璧にマッチすると真剣に信じている、そして両者を戦わせるために大枚をはたくプロモーターがいることも間違いないとしつつ、残念ながら2人の階級差はあまりに高いハードルだと論じています。井上はあるインタビューでお金がいいからといってフェザーやスーパーフェザーにまで上げるつもりはないと語っている。つまり彼はお金のためだけにボクシングを続けているわけではないのである。井上は素晴らしいことを言っている。階級が設けられているのには理由があり、複数階級を制覇したボクサーは一握りだけだ。さらにトレンティーノ氏は8階級を制した母国の英雄マニー・パッキャオ氏を引き合いに出し前人未到の偉業をやってのけた、我らがパッキャオでさえ契約書にキャッチウェイト条項を入れるなど慎重にその道を歩んできたと強調。そして次のように結論付けている。井上とデイビスの体重差は理想的なキャッチウェイト見つけるには差が大きすぎる、何よりも井上は自らの肉体の限界を明確に認識している、108ポンドからスタートした彼にとって135ポンドまでの増量は無理がある、おそらく彼は2025年にはフェザー級で戦いを繰り広げることになるだろう、ただその頃にはデイビスは少なくともウェルター級にまで増量している、そうした現実を見ても両雄の対戦は空想の産物にとどまる運命にある。アメリカ
ボクシング専門サイトボクシングニュース24は、井上選手が今年2024年にスーパーバンタム級で3試合を実施する意向であることを伝えた上で、井上は大金よりもレガシーを選択する男だと絶賛。デイビス戦を促す風潮に対し、間違いなく給料は弾むだろうが危険でしかなく、想像するのは愚かだと釘を刺したのです。また、同サイトは、井上選手が常に最高の井上尚弥を見せたいと思っていると論じた過去に触れ、井上はあくまで勝ち組になり続けることにこだわっていると強調。そしてこのように続けています。井上は己のベストであるスーパーバンタム級で立ち向かってくる相手を倒して大金を稼ぐという素晴らしい挑戦を続けている。だからこそ無理をして135ポンドに上げ、危険な結果に終わるデイビスのような相手に打ちのめされることは、全てを台無しにする行為でしかない。それは井上にとって筋が通らない話なのだ。また、アメリカ専門サイトボクシング247.com は、井上選手がアメリカ専門誌リングのインタビューで、今年は3試合をする予定です、この3試合はスーパーバンタム級で行われると確信していると語ったコメントを引用しながら、次のように指摘しています。体重を急ぎすぎないのは賢明だ。一部のファン、おそらく井上批判派は、井上が負けるのを見たがっているように見える、元ライトフライ級王者にジャーボンティ・デイビスのような選手との対戦を求めている。幸いなことに、そのような愚かでありそうもない対戦の話は全て消えてしまったと、モンスターの限界級残留を支持。その一方で、井上は自分にとってベストなことをする。ただ井上はあまりに優秀で、あまりに偉大であるため、ネリと戦った後、井上にふさわしいスーパーバンタム級の対戦相手をあと2人見つけるのは難しいかもしれない。ネリはいいファイターだが、井上を倒す大逆転劇を期待している人はそれほど多くないだろうとし、モンスターとの対戦に見合う相手が不在となる状況を懸念しています。その上で、同記事では、井上は9月と12月に限界級で誰と対戦するのか、それは見てのお楽しみだ。しかし、井上は素晴らしいファイターであり、見ていて楽しい選手である。フェザー級への転向、そしてそれ以上の転向は、早くても2025年まで待たなければならないだろう、と記しています。いかがだったでしょうか。今回は、畠山氏がフェザー級での井上選手に放った一言を中心にご紹介してきました。ここまで無双状態の井上選手も、いよいよ危ないのではと警鐘を鳴らす畠山氏。少し気は早いですが、皆さんはどのような意見をお持ちでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本、私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。